ビットストリームベラは自由なライセンスに基づく書体である。ビットストリーム社のジム・ライルズによってデザインされた。トルータイプ形式で配布されているが、レイテックスユーザー向けにポストスクリプトタイプ1、フォントに変換したものが、ベラの名称で配布されている。ベラはセリフ、サンセリフ、モノスペースで構成されている。以下に示す、ベラは役物やいくつかのダイアクリティカルマークを含む、 ラテン文字をカバーするにとどまるが、ライセンスがいくつかの制約付きで二次的著作物の作成と販布を許容しており、ダジアブフォントプロジェクトが自体とスタイルをさらに加えて拡張している。ある調査によると、GNU、Linux システムにおいては80%以上のインストールベースがあるため、ダジアブフォントはデフォルトのサンセリフフォントの役割を得ている。 しかしながら Windows および Macintosh では、ダジアブは事実上無名の存在である。それに対して、BitStreamVera トトは、それぞれ25%と20%、そして Unix では79%のインストールベースがある。BitStreamVera トトフォントはまた、本家ウィザードでのダウンロードによって OpenOffice.org ユーザーも利用可能である。ありがとうございます。